ボーサバでー、東海洋の漁の個人チャンネル、ブラーボー漁のボーサバでチャンネルへようこそ。そしてこちらはブダさんです。ブダさんです。実は私ブラーボー漁、めちゃめちゃかっこいい車乗ってるんですよ。それがこれなんですけど、アストンマーティン DB11 です。納車からね、半年以上経って改めて乗った感想というか、まあ、そんな感じのことをね、皆さんにご紹介できたらと思いまして、今日は撮影したいと思います。説明するまでもなんかかっこいいんだけどね。いや、まあそうなんだよね。それは高いもん。まあそう、高かったらね、ある程度ちゃんとかっこよくないと困るわけですよ。なんで高いのかっていうところもね、そうあるわけですよ。そういうわけですよ。で、まあ、僕はね、車これなんで選んだかっていうと、うわぁかっけーの見つけた、これにするって感じなわけですよ。まあ、あと、まあいろいろあるけどね、まあ昔から憧れの車だったわけですよ。でも、まあ、要するにかっけーから乗ってるだけであって、車のこと何も知らないんですよ。そこで今日連れてきたのがこちらの豚なわけですよ。この豚さん、なんと豚とは名ばかりで豚舎にいるわけじゃないんですよ。実は車屋さんなんですよね。そうです。立派なね、立派な車屋さんなんですよ。僕のね、車を常に洗車してくれてて、ピカピカにしてくれてるんですけど、まあ、そのね、豚さんに今日はこの車が他のね、車と比べてどうすごいのかとかもね、説明できたらいいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず僕が分かることを説明していきます。まずね、こちら正面なんですよ。車の正面です。これがね、かっこいいんですよ。僕が知ってるとか正面なんですよって。みんな知ってるよ。これは V8 ってやつです。V8 とは何ですか？ V8 とはエンジンですね。そう、8気筒の V 型。8気筒の V 型。これが V12 だと、ここにもね、これが同じのつくんですよ。うん、でもまあ V8 は2つなわけですね。このオープンカーのタイプは V8 しかありません。確か4秒で100キロ出るって感じでしたね、うん、一番速いモードだと。で、こっち来て、横から見るとこう、ここがこうなってるわけですよ。ここがこうっていうね。ここがこう、ここがこう、かっこいいんですよね。かっこいい。これが伝わるかな、これ。ここがこうなってることがかっこいいんですよ。ここがこうなってるかっこいいですよ、みんな。で、まあホイールはこんな感じですね、なんだろうね、説明はできないですけど、かっこいいですよね。かっこいいよ、かっこしてるんですよ。活かしてますね。困らんね。で、ここですね。これ、まあ開ける人ね、初めての時大体困るんですけど、ここを押すと、ここが跳ね上がって、ここを掴んで引っ張ると。おしゃれ。これで開けるわけですね。おしゃれですね。で、これちょっとね、実はちょっと斜めに上がってるんですよね、この横から見て。ここに、ね、ほんとだ。遠赤があっても当たらないようになってるんですよ。遠赤があっても、こう、大…あ、え、やばい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 、危ないじゃん。危ないじゃん。遠赤があっても大丈夫なんですよね。それ、時計もだって、高いやつでしょ、それ。時計はこれ500万円。バカじゃん。高すぎ。そんな感じ。ちょっとね、この辺がいい気遣いされてますよね。素晴らしい。で、まあこれ、ここからピッて入れて、ピッて入れて、そんだけ。それ何ですか、それピッて入れて、ピッて入れるの。こっから燃料入れるわけ。あ、燃料ね。いや、そう、車乗ってない人分からないからね。分かるだろ、これ。で、まあ、次ちょっとケツなんですけど、ケツめちゃめちゃお気に入りなんで、ちょっと車動かしますね。なんちゅう音よ、なんちゅう音よ、これかっこよくない？ケツです。このシャシャンっていうテールランプ、やらしいね。これやらしいよね。めちゃくちゃエロいもん、これ。エロなんですよ。かっこいいんですよ、このエロが。で、まあ収納ですね。収納は、収納どうやって開けるの、これ。お、はい、前で開けるタイプですね。なるほど。じゃじゃん。映してもんですか、これ。映してもんですよ。映していいもんですか。いいもんです。女の人が入ってないですか、大丈夫。入ってない。この何ですかね、狭いんですよね。これはでもなんかゴルフバッグ2個入る、本当に2個入るわけがないでしょ。本当に1個も入らないでしょ、これ。俺も入らんよ、多分。ここはね、非常に不便ポイントですね、アストンマーティンの収納が、まあ、全然ないと。まあそこはね、でっかい車じゃないですか。まあそうだね、しゃーなしと。あのね、これ鍵持ってたらね、ここをピッてやるとね、出た、開くんですよ、実は。出た、それ。でもそのセンサーはめちゃめちゃ鈍くてうざいから使ってません。使ってください、もっと。で、あとはここ後ろが狭すぎるっていう、これね、実質2人乗りってことですね。僕が分かるのはこんなもんですよ。十分じゃないか。十分じゃないでしょ。車屋さんから見たすごいところをね、答えてもらいましょう。じゃあ僕が見てもまず何も分かんないエンジンのとこ、エンジンルーム、はい、これね、ちょっと見てもらいますね。初めて見るよ、今日こんな車のエンジンルームなんて。オープン。ガシャン。まずこの開き方すごいよね。すごい。普通はね、こう開くわけですよ。うん、
こうね、うん、でもこれは逆。しかも普通の車ってこうね、この辺から開くの。そのフェンダーっていうね、そのパネルがあるんだけど、そことボンネットはね別なの、うん、普通はね、うん、でこれはもうそこから開いちゃう。結局ね、ここにね線があるとダサいわけですよ。はいはいはい。しかもこう綺麗なこうね、おしゃれなこの形にならないと、うん、いうので多分こうしてるんじゃないかなって思います。一枚のバカでかい鉄板ですからね、これ。しかもこれね、この車ね、アルミなの、全部、多分。あ、はいはいはい。だから、うん、そもそも素材高いし、アルミっても軽いんですよ、そもそも、とにかく、うん、だからもう高級車にしか使われないんですけど、それをね、こんなでかさのものをこんなかっこよく加工してるっていうね、そんなことできるんですか。なるほどね、そりゃ高くなるわっていうね。そう、技術もね、すごいです。事故ったらそうそう直せないもんね。直せません。腹立つよな。やだもん、これへこんで帰ってきたら一番できませんって。しかも何がすごいって、これエンジンです、これ、うん、この辺ね、うん、このエンジンです。これ V8 なんですけど、うん、V8 のエンジンを積んどきながら、うん、車の重さがね、うん、1.8 トンぐらいしかないわけですよ。ほう、分かった、伝わった今の。分かるわけないじゃん普通の車はどれぐらいなの。うんとね、プリウスで 1.7 とかトンぐらい、うん、と成田は、俺は1トン弱。いや、ないわ、それ、ね、デブデブすぎ。いいんですよ、僕の話なんて、うん、こいつのかっこいい話、はい、クラウン、トヨタのね、うん、あれ4気筒、さっき言ってた、うん、ピストンが4つしかないから4気筒なんですけど、 V4、はい、ね、直4って言うんですよ、それは。失礼しました、直4、直列にね、ピストンがドドドドンって、うん、4つ、ドドドドンって、うん、こいつはね、V だから、うん、こうついてるわけ。へぇ、こうね。え、その V なの。そうだよ、この V。 あ、そうなの。この V なの。なんで V にするかっていう話ですよ、うん、別にね、8個直列につなげばいいじゃんって。そしたらね、長くなるわけ、うん、あー、ね、なるほどね。そう、収めるために無理やり V 型にしてると。そう、無理やりっていうか、それが一番効率的なのね。へえ。しかもね、V にすることによって、うん、分かる、ちょっとね、低くなるの、エンジン、こう高さが抑えられるの。車ってさ、重心が低い方がね、やっぱね、安定するわけよ、うん。へー。だから乗り心地の良さもね、まあ そういうとこから来てるわけですよ、うん、でクラウンもね 1.89 ぐらいかな、うん、0-100 はね多分ね 7-8 秒ぐらいかかるはず。へえ、遅いね。そういや早いんだよ別にそこれが異次元なだけなのにこいつは4秒、うんうん、数字で分かりやすくすごいってことね。ええ、それなんでかっていうと、さっき言ったこいつボディが、うん、多分アルミだからっていうのはでかいんですよ。あ、軽くなってるからね。軽いの、とにかく軽いの。なるほどね。だからそれ早いよね。そうだね、その分だからお金がね多分かかってるわけですよ。はいはい、無駄だもんね、その速さって。そう、使う、使う、バンドで用意ドン使うわけがない、一度も使ったことがないそこがね、すごいの。またこういうね、これ何のバー、これただね、これ鉄がくっついてるの見えるじゃないですか、こうやって。うん、考えられてるんですよ、ちゃんと。なになに。ボディ剛性って言ってね、うん、ハンドルを右左に切ると車ねじれるわけですよ。そうだね。その時にこいつが押さえてくれるの、そのねじれを、なるべく安定させるわけですね。そう、こういうね、うん、細かいところに気を使ってるからこそ気持ちいいね、走行感を出せるわけですよ、その辺の車にないんですか、そういうのは。あんまね、こうやって普通ついてるやつはあんま見たことない。そのなんかレースで出たりするね、人とかはつけたりするよ。へえ。ボディ剛性上げるためにね。そういうことね。あとなんかよくスポーツカーでさ、後ろの席にこうやってドーンってバーとか組んであるの見たことない。あるね、ロールバーとかいうの、うん、あれもそういうこ と, そ う, いうこと。あ、そうなんだ。全然違うらしい、意味があるのよね。なるほどね。結局物理ですから、車は。エンジンルームのね、ざっとしたね、すごいとかね、それかな。はい。あとはさ、うん、ちょっと見た目じゃ伝わらないんだけど、うん、俺あんまりオープンカー乗ったことないんだけど、りょうくんね、乗せてもらった時に、うん、冬だったかな、それ、うん、驚愕を受けました。なになに。あのね、寒くないのオープンしてるのに伝わる、これ。あ、まあ、そうだよね。真冬にさ、隣にこんな車がいたらさ、うん、寒いやん、あいつバカでって。確かにね、かっこつけてるって思うもんね。寒くないんだよね。全く寒くないの。別に気持ちいいんだよね、普通に。なんなんだろう、あれは。わかんないけど、なんかどのオープンカーもそれはそうだよね、多分。うん。ただ後ろに座ると寒いっていう。まあね、風が当たる。助手席と運転席は寒くあります。あとは、うん、あとは、ね、一番俺がね、好きなところ、うん、すごいよ、本当に。なになになに。すごい。これね、普通の車って、車乗ってる人分かると思うんですけど、ある程度ね、ドアが開けるね、ポイントってあるじゃないですか。離してウィンって戻ってくるところがね、うん、2、3箇所ぐらい、うん、だから隣とかが狭かったりさ、こう気使わなきゃいけない時って非常に出づらいわけですけど、うん、こいつね、どこでも止まりやがるの。ああ。わかる？サクンっていうポイントがね、あんまりないの。伝わってるかな、これ今。止まるね。どこでも止まるの、これ。すごいんだ。すごいよ。それは気づかんわ、確かに言われないと。だって、そ細かいところまで、いや、なんでなってるかは知らないよ、俺もね、うん、でもそれをね、気使ってやってるとしたらね、うん、この会社すごいっすよ。
他の車屋さんもやった方がいいもんね。やった方がいいね。うちやろうかな。どこでも止まるようにしますよ、ドア。うん、それなかなか便利だよ。これ俺めっちゃ感動した。ね、たまよくね、どっか乗っけてってもらったりしたんですけど、うん、ある程度幅がいるわけですよ、僕は降りるのに。はいはいはい、はい。よくの倍ぐらいいるわけですよ。太ってるもんね。そう、ゆえにね、うん。太ってるキャラの割に太ってないのうざいよね、君。時々さ、なんかさ、りょうくんのツイッターとかでもさ、載せてさ、うん、私はあんまり太ってないですよねとか言う人いるじゃん。うん、やめて。キャラ潰してるもんね。本当に。営業妨害なんだから。そんな感じですか。あとはね、まあでもそうかな。でもやっぱ一番はさ、どんな理屈だろうとね、かっこいい。もうそれがまず第一ね。あ、そうだよね。こういうデザインにするのも、こうね、ボディをね、形成するのもね、設計するのもお金がかかるわけですよ。うん、あと一個出して。はい。これね、だからもうりょうくんみたいな車なの、これは。どういうこと？みんな、わかる？これ、ね、もう色気満々のさ、これりょうくんだと思ってね、色気満々のこの車ね、うん、なのにエンジンをかけると、うん、こう少年のようなね、あのエンジン音がするわけですよ。うん、あんまりこうね、綺麗な心地よいエンジン音っていうよりかはこうバーンみたいな。そうだね。行くぞみたいな、うん、こんなのがこっから鳴るわけですよ。うん、でもそれを見た時にね、やっぱ持つべき人が持ったなと。それは持ってる。いや、これは生きってるよ。いや、めちゃめちゃ生きってるよ。27歳でこれ乗ってる人。てるんだよ。生きるために乗るんだから、こんなの。まあ、そうだ、そうかもしれない。そう。うん、やめた方がいいんだもん、こんなの。無駄遣いだから。そうだよ、うん。そこまで稼いでないんだから。いいもんね。え？いやいや、これ乗るのはまだまだ。あ、そういうことね。使いすぎてるわって思いながら使ってるよって。だいぶ頑張ってね。そう、頑張ってるよっていうことね。これを糧にまた頑張りたい、頑張るわけですね。そういうことですよ。すごいんだから友達がこんなかっこいい車乗ってるって。こんなとこですか。じゃあ、まあ、あと内装のこととかになるんで、運転しながらなんか紹介しようかなと思います。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、まあ内装ですね。内装、バカかっけえ。やばすぎる。これはバカかっけえ内装してるわけですよ。すごいよ。かっけー内装してるんですよ。で、ここに無駄にね、鍵を置く場所があるんですよ。鍵もかっこいいんですけど、これがアストンマーチの鍵です。やば、かっこいいでしょ。無駄にかっこいいんですよ。しかもさ、鍵入れを作るってすごいよね。鍵入れ3万したからね。え、これ、え、これ。あ、ちょっとそこじゃない。これ、あ、びっくりした、びっくりした。こっち、え、これが、こっちが多分3万とかした気がする。やば。で、これを入れると入んないんだよね、鍵入れに入れたら。そんな無駄なスペースを作ることあるかな。変なんですよね。では、ここを見てください。ここで、まあ席をね、こう動かしたり、まあいろんな方向にね、好き勝手できますと。で、まあエンジンかけますか。エンジンかける場所がここなんですよ。デレン、なんやここ。洒落てるよね。洒落てる。これは洒落てるんですよ。車のど真ん中にね。で、押すと、ここエンジンかかるわけですね。で、まあ、ナビはここがなんかスマホみたいになってて、ここをスマホみたいにタッチパネルをね、動かすとこうやって動くわけですけど、これが非常に使いにくい。あれ、文句言ってるじゃん。この車のいやーポイントですね。あ、まあね、いやこれはっていうポイント。そういうとこもあって愛せるみたいなとこもあるからね。ちょっとだけ使いにくいと思う。ちょっとだけね。で、あとはなんか特殊なことがあるかというと、特にないですね。あ、ここが無駄ですね。ここ無駄にウィーンって開きます。マジで無駄。ウィーン、え、無駄だな。ウィーンって開きます。まあ、ここにね、ドリンクホルダーがあってとかなんですね。でもここにしかないですね、ドリンクホルダー。こっちはない。こことか大体入れるとこあるじゃん。まだデザイン重視なのね。なんかここはもうない。で、こう使いにくいなんか収納がありますけど、まあ使ったことないですね。使いにくいって言ってるやん。ここはいやーポイントですね。まあしょうがない、しょうがないですね。その分かっこいいね。ここにもないんだもん。ここあるやん、普通。ここ開けてなんか入るやん。車検証入るやん。え、これ何ないの。ない、開かないの。あ、ないんだ。ないんですよ。だからそこまでもスマートさを追求してるってわけですね。そういうことですね。で、ちょっとカメラ貸して。ここにね、S ってボタンがあって、この先にね、GT ってボタンがあるじゃないですか。この S ってボタンを1個押すと、スピードモードみたいになるんですよ。エンジン音変わって。そう、エンジン音変わるんですよ、より速く走れると。で、なんともう1回押すと、スピードモードのプラスみたいな感じになるんですよ。なんですかそれは。めちゃめちゃ速く走れる。もうこれがレース用みたいな感じですね。赤いもんだって。足乗りは GT で、まあいつ使うか分かんない S、 さらにもっといつ使うか分かんない S プラスってことで、その感じでスピードモードが変わりますね。まあ、あとは無難にここでこの室内のね、温度をエアコンにいろいろ変えれたり、ここでなんかヒーターつけてたりしますね。3段階シートが暖かくなります。あとこれね、風出るとこね。はい、これ便利だよね。これ便利なんだ。あ、汗かかない人なんだね。かくけどね。で、あとはこれ点灯してると、なんていうんだっけ、あのビビビビビビってぶつかるよってやつ、ソナーみたいなやつね。そう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 、クリアランスソナーとか。このアストンマーチン、これがね、
敏感すぎてめちゃめちゃ鬱陶しいんですよね。いつも止めてます。これアストンマーチのイヤーポイントですね。いやーポイント、いやーそれはっていうポイント。でここ押すとこんな感じで、これ前ですね、バックモニターじゃないですよ、前側で、こう見にくいんですよアストンマーチン、このね前が長いからね分かんないんだけど、これを押すともうナンバーの目の前がこんな感じですって分かるんですね。で左側に上から映した画面、これどういう技術か分かんないですけど、まあ、最近の車は全部ついてますね。いろいろこうここ押すと画面が切り替わって、すごいね、ありとあらゆる場所が見えるようになってますね。あんま使わないです全然使わないじゃあ帰るか、こんな車に乗って帰ろう。ほらこれを乗ってるとね、ほら街のヒーローなわけですよ。ゴイゴイスー、はいっす、お疲れ、ありがとう、ゴイゴイスー、バイバイ、ありがとう、ゴイゴイスー、ありがとうね、かけへん本当にゴイゴイスこれが東海の日常なわけですよあれがね普通にその登下校してる中高生とかもよく行われるんですよ。信号で止まってるとね、あれりょうくんちゃん自転車乗ってる人がこれバーって言って、ほらピーピーうるさいでしょ。これイヤーポイントです、切ります、切りましょう、はい、で今ちょうどまあ S プラスになってますね。どうですか S プラス、 S プラスはね気使って踏まないといけなくなるから運転しにくいです、ね、あ、いや、またイヤーポイント言ってるやん。あ、ちょ、すごい、待って待って、こうなっちゃうんですよ、伝わんねえよこれ、これ今の G ちょっと踏んだだけで G、 ジェットコースターじゃん、気をつけないといけないですね。 GT に戻します。銀座じゃないんすよ、畑なんすよ田んぼなんすよ、畑ないよここは。これがまたいいですよね、畑を走るアストンマーチン、なかなか見えないですよ。オープンカーってあれだよね、冬より夏が嫌だよね。冬は全然いいんだけどね、夏も最近開けたらね直射日光で死ぬと思って開けれんくなった。あ、なるほどね、夏はだ、あ、そうなんだ、夏マジでねダメで、それは乗ってる人しか分からんわ。だから太ってる人とかはマジで汗だくでマジに脱水になっちゃうから開けない方がいい今太ってる人に言ってるんだよね。別に太ってる人をディスってるわけじゃないからね、俺太ってる人好きだから、なんならそうじゃなきゃ10年間一緒にいないからさ、3年間同じクラスになんないから、俺のことだな俺の話じゃん、3年間一緒なんすよこいつはね。そうなんだよね、一緒にいたな、他の仲いい友達でもいないんだよね3年間同じクラスって。増田も2年間だし、デッパも2年間、そうだね、芝生も2年間だし、確かに確かに、そう豚さんと俺だけなんだよね。修学旅行も一緒に行動したし、せやねんな沖縄な、そうね、うん、普通にはやっぱ街中走ってでもねめちゃくちゃ見られるね。そうなんだよね、そう俺東海湾の寮じゃなくてこいつが見られてるからね、こいつが見られた上で東海湾の寮やんってなるから、本当に本当にね本当に目立つんですよ、本当に目立ちすぎなんだよ、目立ちすぎとは言えどもこの色ちょっと上品だから、そのなんか嫌な目立ち方はしないよね。夜とかは結構普通に目立たないし、 それがいいよね。まあ結局目立つんだけどね、かっこいいって、何やねん、アストンマーチン DB11 が岡崎に走ってたらイコール俺だから、もうナンバーとか関係ないんですよね。そうそうそう、ナンバーめちゃめちゃなんか言われがちだけど、あ、確かにナンバー見られると何が起こるの、ちなみに何が起こるんだろう。俺もねあんまり気にしないんだけど、いろんな情報がバレちゃうっていうけど、その何を元に、悪いことしたらでしょ。そう、俺悪いことしないもん、そうだよ、運転するし、そもそもアストンマーチンという看板よりも東海という看板の方がでかいから、俺は誠実に生きるって決めてるから、言ってる、大丈夫、かっこよ、ね、何人惚れた今、惚れたね。いやでも本当にそうじゃない、まあ、悪いことしなかったら別に目立っても関係ない。いやそうなんだよ、あ、見て見て、ほら映して NMS だよ、この看板が目印、いや雑だな、宣伝見せれた、見せれたけど、一段をね右に曲がるとこれが見えるんですよ。ちょっとゆっくり走るわ、後ろいないから、ほら見て上見て、お気軽に何もお寄りくださいにゃーって書いてあんの、ダサすぎダサすぎ、何あの塗装は何、いやすごい、大体このね緑の色もねとんでもないよ、とんでもない緑だよこれ。ちょっと一回見に行こう、車止めて、すごいからねえ、いじられるじゃん店が。はい、ちょっと成り物ね、成田モータースの紹介したいと思います。まずこのね、うちの紹介って24パーって言ってね、めちゃめちゃ岡崎で最強にね車が通る道なんですけど、その通り沿い、言わずのその通り沿い、言わずってのはまあ岡崎の地名ですね。ほらこれ可愛いでしょ、 NMS 成田モータース
わかりにくいですね、NMS って成田モーターすが S ってことある。いや、いいっすね。で、このね、無断使用のチャップリンですよ。絶対無断使用、絶対許可取ってない。チョップリンですけどね、ちなみに。あ、すいません、チョップリンでした。チョップリンなんだ。チョップリン、一応、うちの正式名はね、チョップリンです、あれは。あ、チョップリンなんだ。うん、まあ、似てる説はあるけどね。あ、そういうことね。あ、そうなんだ、じゃあ大丈夫だ。そうだ。もしチャップリンに、ダメだよって言われたら、うちはね、売れた。あ、まあそうか。うちは売れた。じゃあ嬉しい話か。嬉しい。もしそれがあったら嬉しい話だ。訴えてほしいもん、早く。早く訴えてくれよ。そういうことだね。訴えてほしいわ。わかりやすいんですよ。そうそうそう。で、まあ、あそこが中古車を売ってる場所ですかね。そうそう、うちは基本的にね、中古車を売ってるわけですよ。で、24パーを右折すると。これってプリン屋さん？そう、プリン屋さん。プリン屋さんか。プリン屋さんじゃない、居酒屋ね。めちゃくちゃプリンがうまい居酒屋。あそこのプリンをよくね、成田が買ってきてくれるんですよ。今日も買ったぞ。本当に？やったね。12個出た。俺一人暮らしなのにね、毎回10個以上のねプリンを持ってくるんですよ。頭がおかしいんですよね。業者みたいな買い方しちゃうんだ。いや、意味わかんない。で、見えるのがこちら。はい、さっき見せた看板ですね。お気軽に鳴り物にお寄りくださいにゃー。さんと言って、あんまり。いや、もうこれ俺が言うのもなんだけど、この絵は何ですか。なんですか。猫やん。かわいいけどさ、ずさんと言ってよ。 いいよね、これ田舎ならではね、この佇まい。じられちってる。いや、田舎はこれでいいんですよ。黄緑色の建物、なんなのこの色は。ね、でだよ。で、これなんだよね、一番好きなの。ガシャガシャの画質の俺ら。すごいすごい、手書きの東海オンエアメンバー塚成森って申し訳。そう、我々のね、東海オンエアのハイエースはね、ここで買ってるわけですよ。ありがとうございます。まあ、だから面倒を見てもらってるんですよね。見たこともないカメラで撮られて、哲也とも驚いてたからね。ほら、これに関してはもうね、何も関係ない。哲也くんの愛車 BMW IA。 誰かわからんもん。もういや、だって何もね、納車もしてないし、何もね、何もしてないのに IA と乗せてるからね。哲也くんの愛車紹介してるからね。おもろすぎるんだよ。うちの親父、親父いじらんといて。最高なんですよね。やめて、見ないでよ。いや、いいんですよね、これが。全部手書きなんだもん。うちの親父はね、アナログな人間ですから。いや、そこは息子の若者がね、これちゃんとしていかないとダメだよ。もちろん1月で僕入りましたから、家業を継ぎましたから。そうだね、元々のトヨタの本社にいたでしょ、だって本社。そうそう、エリートよ。えらいやん。舞台上司はやめてやりやめてやりましたよ。やめてやりましたよ、おかしいね。僕はこれをやるっていう、もうあれがあったんで。そうだね。まあ4年間ぐらいトヨタ自動車にいましたけど、最近ペイペイ使えるようになりました。はい、ありがとうございます。はい、ということで僕の愛車紹介でございました。伝わったかな、いろいろ。まあ、伝わったことにしておこう。まあ、いろいろね、紹介しさびれてることもあると思うんで、まあ何かしらでまた聞いてください。で、今回ご提供いただいた成田モーターズなんですけど。いいよ。あ、提供じゃないか。いいよ。提供じゃないですね。まあでも成田モーターズ、僕の大好きな友達がやってる僕の大好きな場所です。車検、点検、まあ、なんでもね、なんでも車関係のことなんでもできるんで、もし岡崎市の人見てたらね、相談してみてください。優しくこの太った車屋さんが助けてくれます。僕しか太ってないからね、この車屋は。残念ながら。え？確かに。家族誰も太ってない。そうだよ。やめて。努力じゃん、太った。すごって感じで、今日の動画は終わります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。